ストドラゴンクエスト10実況プレイのパート、39やっていきましょう。ではね、今回は、物語を少し進めていこうかということで、なんか新しいクエストか何か出てんのかな。こっちの方でメインの話が。なんだこれ。何だったんだ。なんか関係あったんだろうか今。クエストの続きだったか。あ、はいはい。なるほど。じゃこれ進めましょう。新アラハギーロ。真のアラハギーロ。はいはいはい。ピラミッドね。なんだ。ああ。そうか。いろんなものが同時に進行しててわけわかんなくなる。では、ピラミッドね。あ、ピラミッドと、あ、こっちから来てんじゃん。光ゴケの汁。これを追っていけばいいのか。光ゴケとか懐かしい。7ですね。こうなってんの、こっちは。がっつりピラミッド。なるほど、なるほど。もう全然違うダンジョンとして出来上がってんだ。まあ、多分これが本来の姿なんだろうな。あ、これはどうか。いろいろと気になる。わかねえや。ん？おお！なるほど。普通にミミックとかおる。
強力のバランガ、強国のバランガ、バランガークス。これか。見た目いいの。でも属性持ってんのか。いや、しかし強いね。攻撃力高い。ありっちゃあり。あっち側に行けないのかな？行けなさそうだな。うん。まだあんま好き勝手には歩き回れない感じだね。こっちはこっちで見たいんよ。あ、繋がってるだけか。なんだ。開かない。あ、これ。落ちれるわ。落ちれるわ。ん？ちっちゃい。え？どっか崩れた？なんかある？真ん中またこれ崩れそう。あ、崩れない。一回見ちゃうと警戒しちゃうよね。とりあえずこっち見よう。シャークスキン。おお。でも俺釣りあんましてないからなかなかお目にかからないアイテムなんじゃないかな。ヘビーメダル。いやいや。おお、なんだ。え？ま、そのわけわかんねえとこに宝箱置いてんの。ここも入れない。こっち何？あ。相手にとって不足はねえぜ。ま、じゃあ温存で。背中は任せました。まあいいわ、いいや。サボらせてもらいますよ。おごう。出直してきやがれ。グリーンオーブ。で、こっちと。おー。どっから取んねん。え、光こっちに向かってる？あー、そっから落ちるんか。ここは開けられない。これ浮いてるじゃん。あ、ここ降りるとさっきの宝箱取れるよってことね。赤い箱だったからな。あんな、大しても入ってねえんじゃねえかな。
だよね。こっちはこっちで気にしておこう。なんかありそう。まあ、ちっちゃいんじゃ。ついてこい。ぱっと見わからん。あったこいつ。よし。運が良かったですね。お、ゴルスラ軍団コイン。なんか嬉しいような、そうでもないような。あ、ここにあったんか。どちらにせよ大したものは入ってねえな。いってえ。基本マップの方見てるからさ。マップの方ばっか見てるからさ。ある程度のサイズの間じゃないと俺反応できんのよ。フルスキルないっすね。とりあえず。おう。じゃあこっちから。あ、ブレンチャイベント発生。上の階にあったごっつい扉の向こうにはすっげえ宝が眠ってるはずなんだが、どうやって入ったもんかな。うひょひょ、お宝お宝、欲しい欲しい。もう一度あの扉を壊せないか試してみましょうよ、モルバ団長。そうだよな、ワンゲニジトラよ。やらないよりはやっちまえ。それが砂漠のモグラのモットーだったよな。なんだ貴様は。グランゼドーラの王家の墓を荒らしませんでしたかだぞ、この野郎。ああ、荒らしましたとも。何でも王子が死んだって聞いたんでな。最新のお宝をゲットできるチャンスだろうが。おあつらえ向きに鍵も開いてたしな。棺の中にあったものは売りさばいた後だ。返せって言っても返せねえから諦めな。あのね、団長は今このピラミッドの開かずの扉の向こうにある宝物にご執心なのだから邪魔しないでほしいわ。どうよ、貴様も見たろ、あの石室の扉を。あれほどがっちりと閉じられた扉だ。ものすっげー宝が俺を待ってるのさ。そういうことなんでな、今は捕まるわけにはいかねえ。何者かは知らねえが、ここで死んどけ。ん？やれ、グレイブディガー。目の前の敵を食らい尽くせ。
なるほど。ホソドロ風情に送るは取らんぞ。とはいえ、全力でいきましょう。私の力見せてあげる。まあ、まずは刃砕き、攻撃力高そうなんでね。テンションバーン。防具範囲化術、無限の風、ビバルンバ、天下無双、鉄鉱山入んね。入った、オッケー。じゃあ、トラップジャマー、わし好みにしてやるです。限度稼い、これあるんだったらダストン今回ありだな。天下無双、天下無双、トラップジャマー、わし好みにしてやるです。奇跡の風、大地よ、あれ天下無双、天下無双、やることがない。これ1回でできたんじゃん。化石の舞、あんま意味ねえけど、そうやくそ。あー、すげえ、600回復、これでいけえな。ダストの意外な使い道ができたかもしれない。フィールドブレイクス、任せてください。新刃、トラップジャマー、天下無双、ローストブレイク、超早ぶさ切り、お約束。天下無双。テンションバーン。やることねー。おはやぶさ。
何だ。ギガボンバー変化無双。間違えた。ロストブレイク。お、超ハヤブサ。トラップジャマー。超天部強いね。だからもっと強いよ。手を出すなんてそんなおっかないことできませんよ。王子の棺は最初から蓋が開いてましたし、中には遺体もありませんでした。変だとは思いましたけど、お宝は残ってたのでそれだけもらってきたんですよ。本当なんです、信じてください。そうよ、砂漠のモグラのモットーは墓荒らしても人権荒らすな、遺体に手を出すなんてしないんだから。洞窟団は解散して悔い改めますんで、どうかどうか見逃してくださいまし。そこまでだ。ピラミッドを荒らす洞窟団、砂漠のモグラ、アラハギ色王国犯罪取締り担当官ダラシュが貴様たちを逮捕しに来たぞ。君のことが心配できたんだけど、ちょうどいいところに出くわしちゃったよ。悪いけど、こいつらは僕らが捕まえてアラハギ色に連行していくよ。いや、本当にご苦労だったね。本当に俺たちは王子のご遺体のことは知らねえんです。どうかどうか。言いたいことがあるなら城で聞こう。ほらほら、キリキリと歩けよ。信じてください、本当なんですよ。俺が王家の墓に入ろうとした時、中から誰か出てきたんです。顔とかよく見えなかったけど、きっとそいつが王子の遺体を盗んだに間違いありません。なるほどね。まあ他にも侵入者がいたということだ。でもとりあえずこの件はこれで解決かな。じゃあグランゼドーラに帰りましょう。
大鍋、どうやら捜査に進展があったようだな。なるほど、トーマス様の筆跡を暴いた犯人は砂漠のモグラという洞窟なんだと。そしてそいつらが妖王家の墓に入った時、すでにトーマス様のご遺体はなかったというのだな。やはりそうか。実は先ほど判明したのだが、城下町で売られた装飾品の中にご遺体が見つけていたものはなかったのだ。それらは副葬品よりも高価なものだな。一緒に手に入れていたならば真っ先に売られているはずなのだ。敵の中にご遺体がなかったというのはおそらく真実なのだろう。ここには何か言ってなかったか。ほう、そいつら王家の墓から出ていく人影を目撃していたんだと。ではそちらが真犯人の可能性が高いな。その線で改めて捜査してみよう。後のことはこちらに任せてくれ。逮捕された洞窟の処遇は本来ならこちらで決めたいところだが、荒萩色側に任せるしかないだなかろうな。では鍋を心だった。報酬用紙ので受け取ってくれ。はーい。お前はルシーナ殿から世界を回り、異変を調べるよう頼まれてるのだろう。特にその任務に戻るがいい。お。一個進展。はい。じゃあ、とりあえず今回はここまでにしておきましょう。あ、そんな出てるんですね。じゃあまあ順番に行きたいんで、次はこのメルン水車橋かなに向かってクエストを見ていきましょうか。はい。じゃあとりあえず、メルサンディで、今回は、終わりにしようかな。一泊しよう。ではでは、ドラゴンクエスト10実況プレイのパート39はここまでにさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれなー。